宇宙少女は韓国人10人と中国人3人で構成された韓国の13人組女性アイドルグループ。韓国のスターシップエンターテインメントと中国の UFA エンターテインメントが共同で企画し、2016年2月25日にミニアルバム宇宙ライクでデビュー。グループ名である宇宙少女には私たちが主人公の少女という意味が込められている。 公式ファンクラブ名は友情を表す、順で、互いの心を共有して、互いに手助けをして、互いに熱い友情を積もうという意味が込められている。キャッチフレーズは、宇宙ライク。宇宙をコンセプトととしており、メンバー13人それぞれに、担当の星座が与えられている。WJSN の頭文字を取った4つのユニット、ワンダー、ジョイ、スウィート、ナチュラルに分かれている。 ワンダーは、ボナ、ソンソ、ダヨン、ジョイはソニ、ウンソ、ヨルム、スウィートは、ソラ、エクシ、スビン、ナチュラルは、ルダ、タウォン、ミギ、ヨンジョンで構成されている。中国人メンバーのミギ、ソニは2018年に放送された韓国のオーディション番組、プロデュース101の中国版である、創造101に出演。最終投票で、 右は1億8254万4357票を獲得して1位、ソニーは1億8五5 3万3349票を獲得して2位となり、ヒア少女101のメンバーとなった。宇宙少女を手掛けている、スターシップエンターテインメントという F は、エンターテインメントは、当初、右、ソニーが宇宙少女とヒア少女101の2つのグループ活動を、 傾向していく方針を主張したが、中国番組、テンセント側は、今後2年間は、ヒア少女だけで活動させると主張し、対立した。結果的に、同年9月発表のフィフスミニアルバム、WJ プリーズからは、右、ソニーは、宇宙少女での活動を休止し、ヒア少女101での活動に宣伝することになった。同時期に、同じく、中国人メンバーである、 そ,そもそも宇宙少女の活動を休止し、ソロ活動が中心となった。中間合同グループであることから、ファーストミニアルバム、宇宙ライクから、ホースミニアルバム、ドリーム・ユア・ドリームまでは、タイトル曲の中国語バージョンが収録されていた。しかし、中国人メンバーが不参加になった以降は、中国語バージョンが収録されなくなった。2019年11月26日に、 YouTube で公開された画像では、中国人メンバーも含めた13人全員が、登場した。レギュラー出演のみ。WJSN1ST ミニライブ、ウジューライクゼップツアーインジャパン。ありがとうございます。